をつぶり鈴の声を聞いてやるといい。その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。教えてくれ。流線詣での都市であろう。流線詣3年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。お主よ、我は鯉になりたいのじゃ。長い時を育ちと共にある大きな恋、老いぼれぬ恋にの。今度は鱗持っておいでや。
兄貴、次はこの王道ですかい。いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば重造様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。 旦那、あんたも火事場泥棒ですかい？旦那は見たとこ忍びですかね。何か探し物でも？まあ何にせよ。
ここはあっしが先に見つけた場所でさ、よそをあさってください。ああ、そういえばどっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ、きっと中にはお宝がしまわれてるに違いねえ。あっしならそう思いやすね。ねえ旦那、よそをあさってくだせよ。どっかの崖上に三重の塔が見えやしたぜ。あんだけご立派な塔だ、きっと中にはお。こそと隠れてんのは分かってんだ。おとなしく投降しないと痛い目見るぞ。聞こえてんのか。ああ、誰ですか？賊ではない。あなたは若様の。あ、よかった。忍び殿、賊どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子。お願いです、忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。どうかお役立てを。承知。お主、若様の忍びじゃな。ああ。肝心な時におらぬとんだ役立たずめ。いや、もしやお主、賊を手引いたのではあるまいな。さもなくばこの平田屋敷がこうもあっけなく落ちようものか。そうよ、そうに違いないわ。いねえ、裏切り者はいねえ。動かないでください。傷に触ります。いや、行かねばならぬ。賊どもの中に忍びなりの僧兵が混ざっている。あれは手だれよ。どうしても私が行かねば。ああ、無理です。この傷ではとても。
屋敷は今頃火の海よ。ああ、抜け出してくるとしたらこの隠し洞穴にちげえねえ。十蔵様の言いつけだ。ネズミ一匹逃がすんじゃないぞ。分かってるさ。俺はもともと大っ嫌いなんだ。危なくなりゃ自分だけ逃げ出す卑怯者がよ。
足を置いた者が手当ては良い。この傷ではもはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の隠し仏殿の鍵よ。巫女様はそこに。この火の手じゃ正面からは入れぬ。崖外からならば。そうじゃ、あちらから外へ出て崖沿いに進み、霊園から回り込め。さすれば抜け道が。わかりました。狼よ、忍びの掟は忘れておらぬな。はい。主は絶対狼よ、命を賭してお守りするのじゃ。左手へ出て崖沿いに進む。霊園から回り込めば抜け道がある。お任せください、父上。抜け出してくるとしたら、この隠し洞穴に違えねえ。十蔵様の言いつけだ。ネズミ一匹逃がすんじゃないと。分かってる。俺はもともと大っ嫌いなんだ。危なくなりゃ自分だけ逃げ出す凶者がよ。
主、この基地に。よく参じたのに、はぐれ忍びを捨てたものではないわ。わしは若様の、九郎様を救わねばならん。そのせいで、我こそは、野上元帥、国取り戦の、松田衆が一人を。は恐ろしきものを見た。湧き出てくるのじゃ。次から次へと。止め殿、止め殿。若様、若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが、伊之助が向かったゆえ無事と思うが、はぐれ忍びよ、念のためじゃ。お主も若様をお救いに行っておくれ。先へ行くのはやめておけ。恐ろしき現実よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだがそなたに託そう。
金ならしがなければあの幻術は破れぬぞ。森役の務めと勇んでみたが、このざまよ。平田は姉妹じゃ。母だけでも逃がさねば。しいな、フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。やるじゃないか、せがれ殿。